前橋市浄水場にやってきました。はい、あーちゃんがすごい見てます。はい、はい、それで最初に、うん、あのどんぐりちゃんね、あれにアンテナがついてることをあーちゃんが発見して、私、うん、子供の頃から見てたのにアンテナがあるとは知らなかった。で、そしてさらにこのなんだっけ、そのレンガの建物の資料館、うん、資料館なんか新しいじゃないって言ったら、あーちゃんが土台が古いんだ。で、なんだっけ、この下になんか、おそらく埋まってる。これなんかさ、なんかこの、あの、足元に四角い穴が開いてますね。穴が開いてるし、うん。近くに行ければいいんだけど。休館中なんです、今。新しい給水塔を作っていて、このどんぐりちゃんは壊される運命なんですよ。あ、なんか悲しい。壊される前にね、ちょっと皆さんで。そうですね、皆さんよかったら前橋来てください。